兵庫県交換付近の地図兵庫県交換は1902年に建てられた庁舎建築。当初の用途は兵庫県庁本庁舎。1985年からは県の迎賓館及び県政資料館として活用されている。中庭を中心とする回廊式の壮麗なルネサンス建築で設計は文部議館山口藩六春光寺は 日本最大級の庁舎建築であった。これは1890年代から東洋最大の海運市場を有するようになっていた神戸港の王子の繁栄を映したものとも言える。第二次世界大戦の神戸大空襲で外壁以外のすべてを消失するなどしたため、これまで二度の大改修工事が行われてきた。1948年には阪神教育事件でボートに占拠される。 1983年に県庁庁舎としての役割を終えたのを機に外装及び内装が細部に至るまで春光寺の姿へと復元され1985年に兵庫県公館と名前を変えて再開館した建設当初から残るものは建物外壁のみであるがその歴史的文化的価値の高さから国の登録有形文化財に登録されている 毎年、阪神、淡路大震災の発生した1月17日には、県主催の追悼式典の会場となる。館内には、洋画家、小磯良平の作品、神戸、ザ・アメリカン、ハーバート、その25倍の大きさの西陣織タペストリーなど、金山平造、東山海、横忠則ら県所園の芸術家の作品が多数。 展示されており、また大会議室や第一会議室は芸術系展覧会開催に利用されるなど、立ち全体が美術館、博物館としての性格も持つ。北西側より望む二階デッキ屋上庭園の作品、ブールデル、アダム神戸フィルムオフィス及び兵庫ロケ支援ネットを通じて映画やテレビの撮影を受け入れている。ありがとうございます。